そこをヒカキン猫に決め購入 <laughs> だとしたら俺はもう拍手だよ。だとしたら、大きい拍手をみんなで送ってあげよう。でかい拍手。送らない大きい拍手を送りましょう。俺も買おうかな。味しめやがったなってなるよね。え、マジなの嘘でしょ嘘でしょ マジなのマジなの嘘でしょいや絶対嘘本当に <laughs> <laughs> 信じないお前2つ合わせて8000万じゃねえかよ新しい猫かいやそれなんかすごい叩かれそうそれ叩かれそう それ叩かれそう。<laughs> それみんなのあれはどうなのえ、てかなんかぐさ、久々にぐさくっぽい。一匹だからなんかよかったのに。なんかちょっと、叩かれそう。マジなんだ。へぇ。ねタイミング悪いよな。 だってあいつ猫飼うの初めてでしょ、多分。勘ぐっちゃうよね。だって俺が今取り上げたってことは、また視聴者の立ち割り、冗談が始まったなっていう俺の感覚で今言ってるから。超好評なんだ。うーん。ひかき、マリオに続き2匹目の猫が離れ離れになった兄弟を一緒にしてあげたい。てめえ、猫って10匹くらい子供産むから、お前10匹とも、きとるよ、てめえ。<laughs> お前猫ハウスしろよ。なあ。 お前猫15匹くらい子供か産むかんな。全部引き取るだよあ。同時に飼う方がいいんだ。らしいよ。六 <laughs> 6匹くらいか。なんかどん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 増えてってほしいわ。<laughs> そのうち猫用の家を借りましたっていう動画出すよ。<laughs> いいよな。うちのお父さんもじゃあもっと表彰されるべきだわ。 加藤の親父は、道端に落ちてる猫エイズの猫も拾ってくるぞ、つって <laughs>。そっちが報われるべきだろう。なんでうちの親父猫エイズの猫拾ってきて、お前もう何回も言うぞ、100回言うぞ、僕は。うちの親父、車で走ってて、野良猫やると、キーってブレーキして、その野良猫を眺めるんだぞ。この前、俺久々に親父と再会して、お父さんの車で、 こうやって家に向かってる時にお父さんがキーって止まって細い道で「お父さんどうしたの?」って言あ猫見てんだよ」ってもうそれぐらいの猫はあんのかお前に猫背負っていく気持ちあんのかお前にお前自分ちの猫が猫エイズになっても愛してやれんのかでもちょっとなんか金儲けのためっていうふうに思っちゃうよなどうしてもなどうしてもな 多分、俺たち受け取り側が問題なんだろうな。俺の猫、リンパして心臓だから、その話したのもやめてくれ。うちのお父さんに預けろじゃあ。うちは手厚く看護するぞ。<laughs> お父さん、うち、あの猫どうしたの顔溶けてるよ。つあ,あ、あいつは猫エイズだからよ。つって。ま、<laughs> 蔓延してんじゃねえのか。大丈夫か。<laughs> でも、その死んだ、猫エイズで、 か、あの、皮膚中焼けたまれた死んだ猫をお父さんがこうやって抱き上げて、あの、埋めてあげるところを見て、あ、この人って本当に優しい、根は優しいやつなんだなって思ったわ。普通だったらちょっと触りたくねえなって思っちゃうだろう。もう瞬間的にこうやって抱き上げてたからな。猫エイズの猫。優しいなって思ったわ。落合がガンダム語るぐらい喋るからな。猫はいいよっ、つって。猫はよ、犬見ていいよ。 あれなんだよ。ベタベタしてこねえとこがいいんだよ。つって言っときながら、もう、縦山中の猫をうちの親父に懐いてるからな。ニャーとか言って、腹の上で3匹寝てるときは、なんだこれと思ったからな。うちの親父が昼寝してるところに、泥棒猫みたいなのが入ってきて腹の上に乗るんだよ。え、お父さんこれうちの猫なのああ、違うよ。つって。あの顔と、泥棒猫がうちの親父の腹の上で寝るんだぞ。 それに関してうちの味何も言わないんだぞ。いるかそんなやつ <laughs> ヒひかき二匹目の猫買ったらしいぞ。もうその話触れたわ。もう開始早々その話で持ち寄りだったおい、ひかきン二匹目の猫買ったらしいぞ、つって。<laughs> 俺が、信用で、んなわけ、あるわけねえだろうやんなよ。わかりやすい金儲けするわけねえだろうが、バカだれ。そっガチで二匹目買ってたって。ちょ、美談になった。この子たちを、 この子たちを、の、兄弟を、離れ離れにするわけにはいかなかったって言ってたわ。だったら親も飼ってやるや <laughs> すん。か、うんじゃねえよ。じゃおめえおめえ引き離した上人だったら飼うんじゃねえ森で、森で暮らさせろ。おい、ヒカキンが2匹目の猫飼ったもうそれ1000回目 !1000 回目ヒカキンが2匹目の猫飼ったよっていうの千1500回喋った今日 まさかそんなことねえだろって。お前二匹目、この時期に二匹目の猫飼うとかあざとすぎるだろう。うちの親父がよ、猫エイズの猫よ、死んだ時に拾い上げたさま、本当の猫好きってそういうことだろう。ヒカキンまさか自分の金メイトのために、に、うなんていうの、上流階級の人が改造に改造を重ね、下半身の骨が形成されずに可愛い寝顔、可愛く寝る、あのスト、スコティ、ィ スコティッシュウォールド2匹目買うわけねえだろうが、人もエゴだろうだってエゴだろうがって下りもう1500回やった、この2 1時間18分の間に。なんならもうすぐ3匹目買ってきそうだよな。こういう話してる間に。追加で。そういえば3匹目も買いましたって。買ってほしいわ。増やし続けてほしい。